のポッドキャストオフはい始まりました「棚橋ひろのポッドキャストオフ」ですえー、現在、えー、G1 クライマックス真っ最中ということなのですが在庫切れでございますそうですねなので、はい、まあいつ収録してるっていのは言わなくてもいいんですけども、はい、まあ,あの頑張ってますよ感を出したいと <laughs> <laughs> そうですねまあちょっとあのーはい

あのゆっくりする時間もあるんで、はい、ポッドキャストする、ねはい、体力はもちろんあるし、えー、疲れてないしということで, <laughs>、はいでね、僕、ね、あの思ったんですけどはい、はい、こうやって、ね、あのマーシーとこの g をね、はい、について話すたびに、はいはい、気持ちが、ね、やっぱ集中力が高まってくるんですよ。あら 対戦相手の攻略が見,て見えてきたりとか冷静的なここでしゃべるとあの第三者目線で話せたりするじゃないですか、はい。そうすると 新しいね視点が僕の中で生まれるわけですよということで今回のメンバーは100年に1人でだいたのはいちょっとねノッケから熱くかってしまいましたけども現在 g 1クライマックス公式戦を2つ終えて1勝1敗勝ち点2ということで僕は D ブロックに入ってまして。 D ブロックで2勝しているのは、はいえー、ナイトあナイト負けてるわ、ザック・セイバーとジェフコブと、そうですね、外国人選手が、ねはいはい、連勝スタートということですね、あとは1勝1敗、えー、コグリンが2連敗か、そうですね,ねちょっとそこら辺はまだ初出場選手という、ねうん、部分もあるんでしょうけど。 はい、まあちょっとね D ブロックの要素、えー、中心に行きたいかな、うん、というのも、はい、ABCD やると薄くなっちゃうんではい、はい、まあそうですね、あのー、まあでもまあ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 注目カードかはい、はい、ぐらいかなそうですね、まあ、ちょっと今日はそのー D をそうですねまあ一応この時点で2000終わっておそらく配信の時には、うん 長野が終わってますか参戦昇華してるちょっとそのね未来予測的な部分もありますけども <うん S 1> 長野のジェフコブ戦が終わってるとはいジェフコブかそうですねこれ,僕れ対戦どうなんだろうな過去去年も自分でやったのかな確か新潟かどっかでやってねあ,あんまりコブ戦ってこう <はい S 2> そんなに印象的にはちょっと強い印象ないですねまあまあえちょっと D ブックね 途中経過含めてはい,はいえ行きたいんですけども <laughs> え僕はですね初戦北海道で <はい S 1> えザック・セバジュニアとそうですねはいええあの2017年かな <はい S 1> 一番頻繁に戦った相手かな <はい S 1> 2019年17年かなはいはいはいえい19年かなもう本当にね日本でやってイギリスでやって あのー、マジソンでマジソンでやって決着戦みたいな感じで、えーはい、でもその後も続いてたかなそうですね、はい、な長,あ長岡でやったりとか US をやちょっとかけてやってるイメージがねますブリティッシュヘビー級とかもかけてあそうブリティッシュですねブリティッシュだむ、はいはいはい、ちゃくちゃやってるんですよねはい、はい あのザックセンさんって結構そういうタイプでこうなんか集中的に構想内藤さんと集中的にやったりとかある、うん。ひょっとしたら一番シングルマッチをやってる外国人選手かもしれないですね。僕あのこの元気生活でねはい、はい。あそうですか。はい。外国人に。プリンステビットもその三回か四回ぐらいですけど。なるほど。ちょっとザックが一番多いかもしれないですね。なるほど。はい。まし、あ 宿敵なんですよね宿敵というか天敵というかちょっとファイトスタイルがやっぱちょっとハブとマングースそうですねハブとマングースマンスハブであれコブラとマングースコブラとあれあまあそうですね天敵っていう時にあれコブラは何でしたっけ天敵コブラがハブはマングースですよねハブがマングースかな <laughs> <laughs> ちょっと昭和の例えですね。まあまねのこの試合にその前日会見でね、はい、あの田無さんがあそう今年のテーマは変化ですと。というね、うん、あったじゃないですか。ありましたのでこれでその変化とは何なんだっていうのね。問われる試合だったと思うんですけど、はいはい、まずこの入場から、はい。 結構みんなどがど疑抜かれたと思うんですけど。ああ、コスチュームの変化、まず第一変化ですね。第一変化。はい。ファイトスタイルの変化ではなかったと。やっぱそこに行くまでにね。はい。あもうあここも変化してくるんだと。はい。まあ脱いでみないと分かんない感じかな。アームカバーついてるのかなっていうぐらいで。まあでもちょっとね色も髪がの今抜けちゃいました。抜けちゃいました。赤抜けました。赤抜けました。それを言いたいだけじゃない赤抜けました。赤抜けました。 赤色が抜けます。色が抜けて、金髪に戻ります。金髪に戻ります。はい。そうなんです。だ、コスチュームが、僕はいつも G1 のタイミングとか大阪情報とかで、年3回変えた変えた時は、ドーム、情報ル、G1 のタイミングだったんですけど、今ちょっとあのドームと G1 だけに年2回だけにしてて。 G1 で,で変えたので白ベースから赤ベースになったんですよ燃える赤色にはいはいでえまあ髪の毛もね合わせて赤色にして、うん、でなんでこう赤にしたかというと今回ねそうなんですよね、はい、アームカバーというかアームカバーの延長線上であれ,あれってちょっと他にいますかね 中村俊輔みたいだって言われましたけどねツイッターでは中村さんは全部つながって全部つながっててあのあれですねサーフィンのねそう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 多分中村とかはねサーフィンプライベートでもやるからサーフィンからねインスピレーションをね得てるような気がするんですけど友志さんガタってあれ背中でこうちょっとね背中でこう4本のこうゴムみたいなねのではい あれはね、四度目の優勝を願掛けしてるんですよ。今考えましたよね。鋭いな。マーシーに嘘はつけない。そんなね。そんな都合のいい。いや、これちょっと四本してくれ。絶対言ってない出来上がったのが四本だったというね。はい。あれ、まあ、ゴムでね、あの、まあ、こう、両腕が抜けないように引っ張ってるんですけど。 あれいつかねゴムをパチンって引っ張られて背中痛いみたいなドリフみたいな攻撃をされるんじゃないかっていやいやし矢野さんあたり怪しいです怪しいすぐあり今回のこのポッドキャストが不倫にならないようにし矢野さんすぐねそういうの目つけますあ確かにな内藤哲也さんも怪しいですよ怪しいですねあれでもどういうアイデアというかあれもうコスチュームの方からの提案があったんですかいいは あのこうネットで見ててあの別にこのコスチュームの何かを探してたわけではなくてあのよくそのデスクワークとか夏場で冷房で肩が冷えてっていう冷え性の人がこうあるんですよこの腕と肩だけ着るカーディガンみたいなこんな短いやつ。はははいはいはい,はい、はい 女性の方がよく着るモデルになってますけどこれだとこれだと <laughs>、はい、降りてきたんですよ <laughs>、えーはい、やはりこうねアンテナをね張ってるからね目に留まるのかなと思ってなるほどだからあのヒントはあの女性のアームカバーですね 冷え対策冷え対策 <laughs> なんですけどあこれコスチュームでいけんじゃんってなってあの、まあ、コスチューム作ってもらってるガ生ツさんに相談したら、えー、あのデザインが上がってきてこれだったら外れずにいけますよっていうので現在の形で今の形、はい、まあちょっと試行錯誤はきっとね、はい、あったでしょうけどあれはちょっといやだからね。本当にねこうに 常にこうプルス脳になってるというか何かこうヒントを得ようとアンテナを張ってるんだなんていうのを自分でやっぱりでもこの写真を見てもやっぱりちょっとこう赤が多い分ね華やかですよねはい何ですかねちょっと見たことがない絵ですよねほんとちょっと違和感はありますね いい違和感になってくれるといいんですけどねこれからねまあこう絵面がうるさくなりますけどねいやいやいいと思いますよなんかちょっとねいい意味でショックを与えるというかまああとはやっぱりこうねショートとかもロングタイツで色味も似てるので本来であれば先輩は気を使う必要はないんですけどはい あまりにネットとかでもコスチュームが似てるとかいう意見を見たので俺が話してあげようかと僕から離れていいじゃすか先輩がずらしてあげるこれだったらね色味が似てても全然違うこれはちょっと今世界中だからつまりプレイヤーがこれこういい意味でギョッとしてると思いますよあこういうのもあるのかとこんなありなんだみたいなどうなってやりてえなみたいな これ新しいトレンドになったらねえだってこれまだみんなこっちかずいてくるみたいな <laughs> 自分から遠ざけたのにちょっと追いかけてくるっていう、えー、そのそのだったら大したもんですねねえこうちょっと本当にスーパーヒーローみたいな、うん、マーベルヒーローみたいなありがとうございます<う>いやでもこれは日本世界広しといえどもお世界広し日向広しええ旦那さんでしたじゃああれじゃない <laughs> あすみま、はい、いやまあ世界の広しといえども世界広し あのいや世界広しといえども、ねはい、ここのセパレート型のこれはね、はいはい、今までなかったなと。うんもしかしたらルチャとかにはありますかねルチャルチャ,<も>ルチャも見ました。あそうですか。ルチャも。 えー、ミスティコかなーアームカバーなんですけどやってるセパレート型なんですよ肩ぐらいまで長いのをこうやってるんですけどははうこういう、はい、背中でつながってるのは僕だけですかねほハ,ハ,ハンド アームカバーがこの肘とかじゃなくて肩までこんな長いやつをやってるんですよ。いやでもこれはねちょっと斬新でしたね斬新攻めのコスチューム、はい、いいじゃないですかまだまだこのキャリアにして守りに入らないという姿勢、はい、いやこれいいんですよ。 これ多分てますよ世界各国を見たか棚橋の新しいやつこんなんまだあるぞとやってくれたなとあれいくらでできんだろうガッツさんに注文が来ちゃうってそうねというねありますまあだからその第一の変化をまずこうこのねビジュアルインパクトああありがとうございますまああのここまでね 大きな反響というか、まあ、それが違和感があったんだろうなっていうのもあったんですけどこれね実は変化には入れてなかったなん何 <laughs> <laughs> な,ならみんなこれかっていうあこれでっていうこれじゃこれじゃないこれじゃないとそうそう <laughs> まあまあ <あ>戦い方の変化をこれを忘れてたけどまあでもみんなが変化というならばそうですねありがとうございますいいじゃないかと <laughs> ええじゃないかというねええじゃないか,、ええ、じゃないかただまあ戦い方もねこうなんか非常にこうベーシックというかはい僕はね結構これね見たかった正さんのですよね<ー>やっぱちょっとどうですかその辺、うん。いやあの本来というか もともと僕の,、ね、あの憧れたスタイルが藤波さんなので藤波さんも、ね、若い頃はドロップキックがあって、うんね、ジャダイビングニューロップもベテランになっても使って、はいろ、はいろ、はい、動きのあるプロレスをやってましたけどもやっぱりこうベーシックなサソリ行ったり4の字行ったりとか、はいはいね、ドラゴンスリーパー狙ったりっていう中で試合を展開していくわけじゃないですか。なので、まああのー 好きなんですよ、はい、ザックとこういうレッスンに、ねは,は,はい、はい。で、ザックも好きだしあ、ねはいまあ。でまああのー、ハイフライに行ってしまったのはあの名,残な名残なんですけどただただ,だこの変化っていうのを、あのー、いい意味で受け取ってほしいいい意味というかね、うん、あのー 変化する部分としなくていい部分の使い分けっていうはい、はい、だからあの支援兵曹戦は、はい、あのー、それもそんなに変化なくてそうですね今まで通りでやってみたというか対戦相手によって変化するっていうのが僕の言う変化かなというまあ変化して負けたんですけど<そう> <laughs> 変化せずに勝ってるんですけど どうなんだっていうのありますよね <laughs> <laughs> まあでもだからそのねコスチュームの変化にしてもそういう大会前の発言にしても全てはこう g 1クライマックスをに注目してほしいし大会全体が盛り上がればいいというねそういった部分で勝ったら余計嬉しいしそうですね。っていうなんだろう大きく振るコメントで大きく ね、話題を飛ばすっていうのは我、うんえー、ながらさすがだなとそうですねだから今後の変化もね期待してほしいんですよねなのでだからこブ戦の変化はどう変どう,いう変化こぶ戦これだからどうまあ終わってるんですけど <laughs>、はい、だから一律の変化ではないんですよ対戦相手によって変わるというね背景によって変わるカメロオンのようなはい,はい。はいはい ねそういう生き物いるじゃないですか,だかちょっとファンの方もね、はい、じゃあ残りの今じゃあ残ってる選手の頭に浮かべていただいて、はい、そうですね <coughs> じゃああの選手はどうにいくのかなとそうですね公式の戦の順番としてはこう、えー、コブっ、ね、やって矢野ですかね後楽園ホールそうですねはい、はい、矢野戦があって名古屋の後藤戦、はい、でええコグリンかそうですね 大阪コグリン広島ですねはいでえっ、ー、とーじゃあ大阪は大阪は僕公式戦ないんだ、ね、ないんだ最終戦が浜松で内藤選そうだ大阪の次の浜松で内藤と浜松内藤強いからなああれ何かねーほホームみたいな感じじゃないですかまあでも浜松広島 あ広島もそうですけどね。うんうん、広島で内藤とやるのは誰ですか？ザックですね。ああいいじゃないですか。まああの田原ザックも天敵ですけども。そうですね。内藤ザックも天敵ですから。そうなんですよね。<laughs> はい。だからこれちょっと今パッと浮かんだ感じ、うん、まあ矢野選手あたりはちょっとねかなりトリッキーな感じになると思うんで、うん、後藤選手と内藤選手の田原、うん、さんの戦い方はちょっと気になりますね。そうですね。 後藤君もですね、えーまあ、あのタッグのチャンピオンとして経験を積んでますし、結構、棚橋に攻略されてるっていう本人の意識もあると思うんで、はいはい、この辺はね、あのー、どう出てくるかっていうのは楽しみですね。そうで、すね、はい、<で>この日は名イベントですし、あ名古屋名イベント矢野さんは違いますかね。 でまあちょっといきたいですね。というこの後藤戦と内藤戦がメインイベント内。内藤さんはたぶん試合得点によって変わってくる、ね、ああなるほどまだ,、ね、まだ発表されてないですね。はいはい、そうかメインでやりてえなどうせならねそうですね、うん、見えに見たいですね。うんうん、この辺がまあそうですね、まだ小武戦はね、ちょっと終わってはいます。まあ小林戦もそういうい意味ではね。うん。 LA 道場出身っていう意味では今ね連敗してますからねただポテンシャルは見せてますよねなんかこうコーナーに立ってエプロンの人間持ち上げて中にぶん投げるってできるのかなってやってますけどそうですねだから「コブ・コグリン戦」は大迫力の恐竜映画のようなそうですね いやだからちょっとこの辺残りねどうなるのかっていうのはう楽しみですね楽しみですねうんただ僕のこの変化は勝ちたいがための変化なんですけど、はい、その変化の中で葛藤があるとしたら、はい、やっぱりねあの自分が、はい 好きなスタイルで勝ちたいんですよはい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 でツイッターのシャート決めてスイングブレード決めてハイフライ決めてっていう一番気持ちいいんでやっぱ気持ちいいですか気持ちいいですねはいなるほどこれはでもちょっと大事な証言ですね気持ちいいとあれは気持ちいいですねまあそうですよね自分が最も得意なそのこれでいけるっていう数十日がパッと見える瞬間があるじゃないですかはい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  ーーそれで時々膝も立てられますけども見えてなかったっていう時もあるんですけどまあコンボ的なそうですねはいだってねその辺は確かに黄金コンボなんですけどでもちょっとそこをちょっと違う部分もね見てみたいっていうのはファンの中にあるかなと思うので,、うんうでね、あとはこの新技投入ですよねはい、はい、で 他のブロックでも新技出してきてる選手結構いますよね。はい、あ、吉橋さんとかもね、はい、出してました、ね。吉橋さん何やってました。えっと、なんていう技わっけな。はい。開幕戦で,で。あ、いいですね。そういうのはやっぱり意気込みとしてね。はいはい、あ、一番伝わりますからね。オー,ー,ープニングマッチ。でしたからね。いただきをかる、これなんて読むだろう、いただきがいかな。はい。<laughs> ファンタズム選手ね。いきなりか、買ってました、ね。よあ。 それもう勝利んですかはい勝利ししまたすごいなちょっとあのなんていうんですかねこうタイガー・マスクさんがよくやるような十字固めのようなからのそうですねそれを僕がやったらいいんですかねそうですね同じ技ではない方がいいと思いますけどでも僕ザック選手の試合で見せた腕ひしぎはちょっとこうあんまり 出してるイメージなかったですよね、はい、そ若手の若いヤングレアの頃のはい、はい、その第一試合とかで、はい、はやってたかもしれないんですけどもしかしたら中村さんとやっ、うん あ,あっそうですね対抗意識でとでとも基本的にはどっちかというとこうね,うねスタイルのぶつかりっていう感じだったんでん中村さんやるけど田内さんやらないみたいなんなんかデスペラードがすごくねはあ、はあ、いい解説をしてくれたな、はあはあ、なんか後で読んでみたんですけどはあ、はあ、そのまあ道場でやってるけどもはあ、はあ、普段はやらないようなことをやってましたねっていうようなことをね いやもっと可愛がっていけばよかったないや結構若手の頃可愛がった気はするんですけどあそうですかあ彼だったらねそうですねまああの彼だったあの彼だったらねはいはいなるほどやっぱねそういう秘策的な部分だったりをねやっぱちょっとまだ見たいですしそうですねまあでもあの残りね公式戦ええ えー、この講習の時はこぶ、えー、戦終わってますけど残り4つあるんでね、はいえー、だから公式戦7個あるじゃないですかはい、はい、7辺儀なるんですよおっ <laughs> 大和なでしこなんですよなるほど大和なでしこ七辺儀、はい、今歌うと思いました <laughs> 今の子知らないかな <laughs> きょんきょんねきょんきょんね名曲、ねはい、ですけど、はい。 やあちょっとだけ残り時間で少し、はい、コメントというかコブ、はい、選手はちょっと別にして、はい、最近の,その対戦相手のちょっとこうな分析じゃないですけど、はい、いいですか、聞いて,てはいて、はい、まず矢野選手、はい、まあ矢野選手は矢野選手なんですけど、うん、まあタッグを組んでたりもしますし、はい、ちょっとその辺、心境の変化あるのいやもう本当にねあの矢野との 戦いはまあ、ね、あの彼が入ってきてからもう彼も僕の 2, つ2年後に入ってきたんでうん、うん、もう20年続いてるんですけど、はい、ヤングライオンの時の試合もあったし一緒に鶴瓶で飲んでた時の試合もあるし後藤宏さんにこう、うん、弟子入りした時の試合もあるし。うん それからヒール,にヒールというか、ねうんうん、反体制に行ってケオス行って、はい、そこからずっと髪切りの構想があったりとかして広瀬徹があってっていう、うん、シチュエーションが全然,全然違う,うん、うん、一番違うところで戦ってきた選手からっていう今回は、ね、あのちょっと読めないですね。<ー>うん、なるほどどう言ったらいいのかとなるほど しいって言われたらビクッてしそうな気もするしなるほど「タレるうるせえ!」っって <laughs> なるほどねもうリーゼントでこう来られたら困りますねそうですよね、はいうん、矢野さんがどう考えてるかはちょっと読めないですよね、うん、矢野は今あっ2敗だ 2> そうです、ね、矢野と小栗が2敗なんだいやーでもこれもういいっぱ敗がね結構そうですね 進出ラインなんでねうんまあこれはちょっと本当にリングに上がった時のフィーリングしかないですかね僕はちょっとね心を無にして戦いますなるほどはいすんとしてるっていうねるに何を言われてもなるほど動じないと動じないはい。もうロボットと対戦してるようなあいいですね メカ屋のメカトールメカトールトールメカと戦ってるようなぐらいねちょっとやっぱ感情が入ってしまういじゃないですかじゃあこの試合の変化は心の変化なんですよなるほどいいですね心のところがポイントだと僕は動きによってもしかしたら危ないかもしれないそうですね陽動作戦がね得意ですからねじゃ続いてですね 順番で言うと、えー、後藤さんですかね、名古屋、はい、後藤さんですね,ね先ほども名古屋、まああの、後藤さんにとってはまあちょっとホームに近い場所なので、と、うん、というのあると思うこの試合メインじゃなかったですか、そうメインですね、さっきの後藤さんもやっぱちょっとね、そのタッグ戦線ではかなり今も走ってますけども、はい、走ってますね。はい、うん まあシングルのねこれもまあ何度もやってる選手ではあります、うん、そうですねはいまああのー、結構、あのー、僕の歴史の中で後藤戦っていうのはエポックというかポイントポイントになってきてるんで、うん、なんかその時の気持ちになれば、えー、今までの後藤戦をいつもね 2007年の両国、うん、あのフラッシュボックスなんですけど、はいね、あの試合を越えよう越えをしてき上がってきた歴史でもあるので、うん、これは何の変化にしようかな、そうですね。うん、こう後藤が変化しちゃったりね。そうですね。<笑><笑><笑>ありますよね。まあよく田代さんがおっしゃってるこの割とこう後藤さんはこう。 ちょっとこうなんていうかあるどっかの部分でこう、はい、タッグに専念し始めたことが逆に今ちょっと強くなってるというかなるほど僕が言ってましたはい言ってました、うん、<laughs> 今、ね、僕の言葉にうなずいても大、ね、変 <laughs> 大きくうなずいてましたけど <laughs> そうかみたいな、ねはい、いや本当にねあのタッグをうまくシングルにフィードバックしてる珍しい例というかはい、はい、吉橋さんもそうですけどねなあ吉橋もそうか あの2人はあの組むことによって2人上がったっていう、ね、すごい相乗効果がねあるのでーーなコーナーを使ってねはい、はい、合体技みたいなのもやってましたよね、はい、いやでも人技一人一人ショート一人はショート1人ショート 1>, 1人でワッショイワッショイとそうですねでもねこのえこ、ー、ぶ矢野 えー、ごあえこ、ー、ぶやってあのやって後藤やって小栗この辺はねポン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 と勝って、はい、内藤戦にいきたいなとなるほどいっぱいの状態でここはだからまあちょっとこぶ戦は分からないですけど、うん、後藤戦はちょっとやっぱり大きなポイントになりそうですよね,そうですね ちょっとここで運命がもしかしたら決まってしまうかもしれないそうですねだから、えー、2敗してる時点で結構決勝進出がもう消えるそうなので逆にここを勝つとちょっと一気にこれは通過の、ね、可能性というのは出てくると思いますんで、うん、そうですね、はい、うん いやーちょっと勝負どころですかね,ねいやー勝負どころですねだから公式戦の数が少ないっていうので今年は一,一戦一戦の重みが上がってるじゃないですかということはやっぱファンの方の注目度も上がってるということで、はいはい、この4プロックス、まあね、32人っていう選手は多いんですけどこの一戦一戦の注目度が高まってるという意味ではありなるほど。 な状況ではあるかなと。なるほどまあね、また来年どういう形になるかわかりませんけども、これがね、いいいい状況を埋めばね、継続なるだろうし、また来年四人四人の A.B. 二ブロック戦になるかもしれないし、減ったなっていうね。減った。激変。激変。はい。まあそしてラストツーの一つがハッティ広島の小栗林戦と。小栗林戦ね。 いやーこれ苦手なタイプだなあ苦手はいまあパワーファイトはい、ね、そのでしかも柴田さんからね、うん。叩き込まれたレスリングの技術もあるいそで、ね、はいでおそらくレスリング出身ですからしっかりしてる、はい、いやポテンシャルがね開花し始めてるんですよはいはいはい、うん、あの今までちょっと不器用に見えた部分とかが、はい、豪快さに入れ替わってきててでグッドシェイプじゃないですか、はいはい 僕ね、あのー。まあ、今は仕方ないですけど。若い時は。もうビジュアルで、マウント取られるのが一番嫌だったんですよ。今、はい。今もう半分 <laughs>。ちょっとね。とね頑張ろうと、まあ、思ってますけど。はい。だから、若い時は、どんな外国人選手が来ても。あの。バランスあるのがいいとか。いいところを見つけて。いや、俺のがとかでかいし。なるほど。うん。 いや全部すごい。力力ももすすすごいい、ね、いいででねあうんいや小栗ねねね三がや小ちょっと、ね、だまあ、うん、こ ここまではちょっとね勝ち星今ないので。はい、まあおそらく棚橋弘というのはそのこのね若手というかこれからの選手にとって。格好の相手じゃないですか。うん、リーグ戦でやるで。そうですね。はい、シェーンヘイズともね、あの試合をね、あのコメントで。こう悔しさっていうかね、あの。にじませながらも。棚、うんうん、橋。 ううまく褒めてかちょっと嬉しかったですっぱリスペクトはね当然あると思いますよこのね若手にとってはだからそういう意味ではちょっとこうそうですね楽しみですよ柴田さんのねうですね選手なんでねちょっと今悪風味になってますけどさあそして最終戦これはねいろんな意味で内藤選手は事前のインタビューではその。 カナダのね「田名城市」シシを見てる限りりはまあ優勝戦線というかねそのねあカナダのね「はいはい、ホービドンドア」のね勝ち上がってこないだろうけど、うん、まあどうせだったらそのまあそういうこうどっちがっいいシチュエーションでやりたいとっていうねいうようなニュアンスのね,優ねコメントしてますね。

一時期乱用してた時があった。乱用。<乱用 S 2> <laughs> もう支援流れ無視して丸め込んでた時があったんで。まあ、それぐらいのこの必死さがあってもいいのかなっていうね。はい。七色の丸め込みを。そうですね。うん。だから、内藤選手はこう。まあ、もちろんね、大きな存在ですけど。は <い S 2> まあ、あの。当然、これ警戒はしていると思いますよ。田しさんというのは。警戒してますかね。していると思います。<ー>はい。とはいえというね、自分。 その反面やっぱりちょっと今回いろんな声を聞くとやっぱ優勝候補としてやっぱり名前が一番上がってますねやっぱ内藤さんは。ここね1年ぐらいまだずっと、はい、あのトップ先生に食い込めてないっていうのも、はいまあ、トップ的な存在なんですけども内藤先生に絡んでないそういう言い方ですね。まあ、あの武藤さんとの、ねうん、引退試合とかはありましたけど。うん なのでっていういやでも会場人気はねやっぱ内藤出てくるとねすごく変わりますよ。ダントツですよねさあこの最終戦ね期待感のある状況でね内藤ってやりたいと思うんでまあ僕次第かなと。なんやかんや言って内藤は上がってきそうな気がするんですよね。となるともう一人はと。D ブロックか内藤。 内藤でもまだ一周いっぱいか、ねね、僕と一緒ですよね、はい、うん内藤 <laughs> はザック・セイバー戦が肝になるんじゃないかな,そなで、ね、っそうですよね広島がね、まあ、広島っていう一番ホームですからねそうですよねうんうん本当は足立区の方ですけど ね、<laughs> <laughs> 広島カープが好き好きってねそれはでも新しい形ですよね今までいなかった形でね大ファン,大ファンを公言してね,ねどっかねなんかもう少しねやっていばなかったですねなんかこう タレまいてけばよかったし、でも日本大阪がやたら好きだとかさ、日本全国で、僕でもそれやっちゃってですよね。札幌がね、あのあちこちでねあの始球式やってね、この間だも、まあ中日ファンだろうってその度に突っ込まれてね、はい、はいね、はい、終わらしてきましたけど、はい、でそろそろ時間ですけど、そうですね、はい、まあまとめるとあのまだわからんぞと、そうです、ねこれあの中間報告なんでね、はい、はい。 これから、あのー、どんどんね、うっ、ん、てきますと思うし、まあ、もう一回ぐらい、もしかしたら来週、ちょっとね、取、はい、っておいて、そうですね、まあもう一回、中華報告できるかなと感じあります、うん、そうです、ね、はい、いやあのー、週一更新の、はい、ね。 ノルマがありますんでそうですねでもね今回こうやってねやっぱポッドキャストで話して客観的見ることによって今いくつかねもう浮かんできましたじゃ浮かんでるけど言葉には出さなかったそうですね「言葉にできない」んであの一回目を合わせて目をそらしたんですか今ちょっと赤くなっちゃった 僕も今、どうして目を合わせて歌いながら、目をそらすという、どっちなんだっていうね、これこそ変化ですはいということで、大丈夫なんですかね、期待感は高まってくれたかな、最後の歌で皆さん、上がったと思いますはいはい。 はいというわけでね、うん、あの引き続き G1 クライマックスはい、えー、頑張っていきますので、はい、ぜひね、えー、会場の方に来られる方は来ていただいて、えー、遠方の方はワールドでチェックしていただいてということでよろしくお願いします。欠席もありますのでぜひちょっとはいスケジュールね、はい、見ていただいてはいでは最後に告知です新日本プロレスは G1 クライ G1 クライマックス、えー、開催中でございますまだまだ続きますのでぜひね 中継感度をチェックしてください、はい、ということですはいましやりますかあの両国であのーはい、えっとー今回 J1 のプロジェクトというのでですね、はい、両国国技館さんの,あの国技館焼き鳥とのコラボが決まりました、うん、あの地下の名物はい、はい、あれがちょっとスペシャル仕様で販売しますので、はい、ステッカー付きでぜひ<ー>ちょっとこれあの私あの の企画でいいですねああ焼き鳥行ってえなそうですね好きでビール飲みてえなあれですか両方まだ会場内での飲食はまだできますあじゃあ飲食自はぜひともいいでただ数量限定になりますなぜちょっと皆さんはいじゃあ早めにね行っていただいて工芸館焼き鳥確保してほしいと思いますはいというわけでありがとうございました以上棚橋浩史の「ポッドキャストオブ!」でしたありがとうございましたありがとうございました